こんにちは。どこまで行きますか。あ、言う言もないでしょ。え？言う言もがない。言も何があった？あ、なんかね、このスマートフォンかなんかに、はいはい、日本の国旗みたいなのがついてるってことで、はいはい、声かけさせてもらったんですけど、よく声かけられますか？あ、かけられるね。はい、かけます。こちらし。はい、なんか趣味って感じですか？まあ趣味はないけど大好き。日本愛する人だから。あ、そういうことです。ごめんなさい。国民の地域でしょ。国民の地域でしょ、ここは。だから一般の人歩くことはできるでしょ。あ、全然大丈夫です。許可も必要ないし。許可も必要ないです、別に。だから大丈夫でしょ。講義とか活動、看板立ちでとかスピーカー何もないでしょ。ないです、ないです。だからそれだけ見れば問題ないでしょ。ないです、ないです。この国愛する人いっぱいいるでしょ。僕そこすぐ住んでますよ。あ、そこに住んでるんですか。まあ六本木3丁目で7本ぐらいある。それだけ物だけ見せてもらっていい？ごめんなさい。あ、これね。まあ極右主義でしょ。16両。これは海洋自衛隊、海洋自衛艦機使ってるでしょ。あとは陸上自衛隊自衛艦機。だから1954年から制定されたでしょ。なんという連隊機。わかる？連隊機。その前また歴史が違うんだけど。だからこれはここ貼るのは違反とか違法ではございません。あ、全然それ全然大丈夫。あと奇数なんでしょ。わかります。ありがとうございます。頑張れ日本。また声かけられるかもしれないです。よろしくお願いします。頑張ってください。